高水雲とは、多くの雲種に見られる雲の副編集の一つ。雲の高度に関わらず、雲から大量の雲粒が落下し地上に到達すれば、見られるので、高層雲、層積雲、積乱雲、積雲,雲、乱層雲、層雲の計7種に見られる。雲の下から、筋状や、中状の白っぽい霧のようなものが垂れ下がったように、見える。雲の先端が、 地上に達しているのが特徴。地上に達しなければ、おりゅうんとなる。降水雲。虹がかかっている。降水上とも言う。雨、雪、あられなどの降水が雲から地上に落下している際に、できるものである。晴れや曇りから、雨や雪などに天候が変わる際に、必ずと言っていいほどよく見られる雲である。ただ、一般的には、 雲としては認識されないことが多い。一般的な雲とは違い、雲を構成する水滴や、氷床の大きさが格段に大きいのもその理由である。乱層雲から雨が降っている時などは、周りの景色一面が薄い降水雲となるため、雲とは認識されにくい。一方、積乱雲から狭い範囲に、雨が降っている時、いわゆる集中豪雨の時などは、灰色がかった。 降水雲を容易に判別することができる。虹はまさに観察者がいる地点では降水がほとんどなく太陽と逆方向に降水雲があるときに見られる現象である。ありがとうございます。